ご注文はアイスコーヒーをホットで、喫茶店 YouTuber の西垣です。さて今日はファンの方からいただいたメッセージをご紹介したいと思います。そのメッセージと一緒にねチョコも入れてくださったので、それをいただきながらご紹介したいと思います。いただきます。コーヒーに合いそうですね。それではご紹介したいと思います。おお、結構長文ですね。喫茶店 YouTuber 西垣台本？いやいや、何ですかねこれ。僕台本いらないんですよ。台本も何もアドリブでやってますんでね。台本最終回？いやいや、何の冗談なんですかね。台本も何もアドリブでやってますんでね。最終回、いやいや、何の冗談なんですかねって書かれてる、っていうのも書かれてる、っていうのも書かれてる。リンゴトマトなし糸爽やかハンバーグ、それも書かれてる。適当に言っただけなのに。あれに幸せだよ。と書きで省略されてる。続きは、しばらくして男たちが入ってくる。西垣は抵抗することができない。連れ去られて二度とこの部屋には戻らない。鍵もかけてる。今だったら警察も呼ぶことができる。チャイムが鳴るのは西垣が寝たかどうかを確かめるためだ。モニターに知らない男たちが寝た？寝るだって？こんな状況でチョコの睡眠薬が効いてきて西垣は眠りに落ちてしまうだって？そんなことか。俺は喫茶店 YouTuber 西垣。コーヒーならいくらでも飲める。コーヒーに含まれるカフェインの覚醒作用と、その睡眠薬とやらの真っ向勝負だ。さらに、利尿作用だってあるぞ。その睡眠薬が、いつまで体内に留まっていられるかな。文字が変わっていく。お見事だ。会うのを楽しみにしているよ。さすが喫茶店 YouTuber 西垣。いや、さすが僕のおじいちゃん。